丸を。真殿、真田丸からの攻め手が激しく、我が方の兵は苦戦しておるようです。このままでは負け戦は必定。安心殿にはこちらをお渡ししておきまする。こたびの戦、家康殿がエゲレス製の巨大な大筒を持ち込んでいたようでござる。しかし打ち方が止んでいるところを見ると、打ち手はすでに敵の手に。安心殿、試練であれば大筒を扱いましょう。エゲレスの大筒を使えばこの劣勢も覆せましょう。しかし砲弾は渡来品で十分な数を用意できませぬ。いずこかに打ち損じたものがあると良いのですが。エゲレスの大筒を使えば、しかし
ってすれば徳川など恐れるに足らぬわ。
足がすくんで動けぬ。
にあのようなものを。
やはり徳川は油断ならぬ。
エゲレスの王。しかし